スノーマン・メグロレン深澤達也、私の幸せな結婚映画館で鑑賞を予告グッズ購入に意欲も。モデルプレス2023-0407、スノーマンのメグロレンと深澤達也が、6日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組、スノーマンの元のまんま文化放送、毎週木曜21時から21時30分に出演。二人で映画を見に行く予定があることを明かした。 目黒連深澤達也一緒に映画を見に行く予定この日は目黒主演の映画私の幸せな結婚についてリスナーから以前メメフカでのラジオで一緒に見に行こうと話していたことは叶いましたかという質問が届いた目黒はマジで予定を立てていて多分今週行くんじゃないと告白このラジオが放送される頃にはもう一緒に行っているのではないかと話した深澤は グッズって売ってるよねと確認し、それもどうにか入手したいから。俺、どんなグッズが出てるんだろうって探って。グッズ完売、みたいな。ちょっと待て、俺も買いたいんだよ、と思って、とグッズ購買意欲もあることを告白。目黒は笑いながら深沢の話を聞き、わかるよ。